フェデリコ・バロッチは、イタリアのルネサンス後期の画家及び版画家である。本名は、フェデリコ・フィオリであり、愛称のいるバロッチオで知られる。主に、ウルビーの広告で活動した。彼の作品は、高い評価を受け、影響力があり、ピーテル・パウル・ルーベンスの前に現れて、後のバロックを予感させる作品を制作した。聖母子と、聖子門、聖ユダ1567年頃、 国立マルケ美術館所蔵。フェデリコ・バロッチは、ウルビーノで生まれ、地元の巧妙な彫刻家であった父アンブロージョ・バロッチに画家としての最初の修行を受けた。彼は、その後、ウルビーノの画家バッティスタ・フランコ・ベネツィアーノに、弟子入りした。叔父のバロトロメオ・ジェンガと共に、ベーザロに行き、その後五百四十八年に、ローマに行って、当時の傑出したマニエリスムの画家だっをつかりと、 フェデリコつっかりの工房で働いた。フェデリコはローマで4年間過ごした後、故郷のウルビーノに戻った。ウルビーノでの最初の芸術作品は、生産式の同心会のために制作された聖マーガレットである。彼はローマ教皇ピュース4世によって、ローマに招待され、ローマのバチカンのベルベデール宮殿の装飾を手伝い、聖母子と数人の聖人を呼びフレスコによる天井が、 受胎告知を描いた。この2回目の滞在の間、バロッチはバチカンの装飾を完成させる間に蝶を患った。彼の成功に嫉妬したライバルがサラダに毒を持ったのではないかと疑ったバロッチは病気が末期であることを恐れて1563年にローマを去った。4年後、彼は聖母に祈りを捧げた後に部分的に病状が収まり回復したという。 バロッチはこれ以降40年近くも生産性を維持、したがしばしば健康不良を訴えた。バロッチは同時代の人々からやや不機嫌で新気症に苦しんでいると説明されているが、その絵画は明るく目にも鮮やかである。彼は遠方から主要な祭壇画の仕事を受け続けたが、ローマに戻ることはなく、主に故郷の町でウルビーノ公、フランチェスコ・マリア2世。 デル・ダ・ローベレの講演を受けて活動した。ウルビーノのドゥカーレ宮殿は、バロッチのいくつかの絵画の背景に見ることができ、マニエリスムの名残と思われる強引な遠近法でレンダリングされている。民衆の聖母、ウフィツ美術館所蔵。バロッシは、名声と影響力の中心であるローマから離れている、間、自身のスタイルを確信し続けた。彼は、ある時点で、 コレッジョの色チョークないしパステルを用いた素描を見たことがあったかもしれないが、バロッチのパステルによる修作は現在まで生き残っている技法の最も初期の例である。パステルや油彩による素描において、バロッチの柔らかい乳発酵のレンダリングは空気感のようなものを呼び起こす。このような修作は、バロッチが裁断画を完成させるために用いた複雑なプロセスの一部であり、 最終的な完成に至る整理された一連のステップは制作の速さと成功を確かなものとした。モデルを使った身振り、構図、人物の修作をはじめ、粘土像を使った照明、遠近法、色彩、自然など、バロッチは無数のスケッチを行った。今日、バロッチによる2000以上の素描が現存しており、キャンバスのカルトンの細部は、こうした準備によって制作された。 良い例として、ウフィツ美術館に所蔵されている有名な民衆の聖母を挙げることができる。初期のスケッチから頭部の色彩の研究、最終的なフルサイズのカールトンまで制作のための数多くの素描が現存している。この作品は色彩と活力の渦であり、多種多様な人物、ポーズ、遠近法、自然のディテール、色彩、照明、 大気の効果によって可能となっている。この面倒なプロセスにもかかわらず、バロッチの非凡な才能は、情熱的で解放された筆運びを保ち、精神的な照明は、顔、で服の布地、空を横切る宝石が、キャンバスの上に散りばめられているかのようである。アッシジのサンタマリアデ・リアンジェリ聖堂祭壇が、受胎告知、ナンシー美術館所蔵。バロッチが、 対抗宗教改革を支持したことは彼の長く実りあるキャリアを形成した。1566年までにバロッチはフランシスコ会から派生したカプチンフランシスコ修道会に加わった。彼は精神的な領域を日常の人々の生活と再接続しようとしたカミアイオラトリオ会の聖フィリッポネリに影響を受けた可能性がある。サンタマリアイン・バリゼット 教のの富の蓄積についいててやや相反する価値観を持っていたネリは、大きく信仰心に厚い祭壇画を描くことができた、結出した芸術家のバロッチに二つの作品、聖母の訪問と聖母の封建を委託した。彼は、ローマ教皇グレゴリウス13世の時代に再び、ローマを訪れて、両作品を制作し、ネリは、 聖母と聖エリザベトが互いに挨拶を交わしている前者の絵画によって放悦に達したと言われている。ウルビーノで彼はペルージャのサンロレンツをメトロポリターな大聖堂のために十字架効果、を描いた。また三度目のローマ滞在中に消え去れたミネルバ教会のために最後の晩餐を描いた。バロッチの下で働いた芸術家にはアントニオチマトリ、バントラマッツァ、 アントニオ・ビビアーニ、ジョバンニ・アンドレア・ウルバーニ、アレッサンドロ・ビタリ、そして最後に、フェリーチェ・ペレグリーニとヴィンチェンツォ・ペレグリーニがいる。アエネアスのトロイアからの逃亡。ボルゲーゼ美術館所蔵。芸術家の電気作家ジョバンニ・ピエトロ・ベッロリは、ルネサンス期のジョルジョ・バザーリに相当する、バロック期の人物であり、バロッチを彼の時代の最も優れた画家の一人とみなしていた。 バロッチの感情的な筆致は、イタリア時代のピーテル・パウル・ルーベンスに理解された。ルーベンスは、バロッチのドラマチックな、セイ・ビターレの殉教のスケッチを描いたことが知られており、殉教者の波打つ肉体は人物、仕草、ドラマの点においてもう一つの旋風の目となっている。また、ルーベンスの、セイ・リ・ビヌスの殉教は、ヤシの歯で指さしているプットーから、 右下隅に犬がいるところまでバロッチに多くを追っているように思われる。バロッチには彼の様式に追従したり強く影響された多くのものがいた。ニコロ・マルティネッリ、ジョバンニ・バティスタ・ロンバルデリ、ドメニコ・マルピエリ、チェーザレ、バジリオ・マゼリ、フィリッポ・ベッティーニ、ジョバンニ・ローレンティーニ、ジョルジョ・ピッキ、ジョバンニ・ジャコモ・パンドルフィ、ピエトロ・パオロ・タンブリニ、 テレンツィオ・ドルビーノ、ジュリオ・チェザーレ・レベニー、ベネデット・マリーニ、ジローラ・モチャル・ディエリ、ジョバンニ・バッティスタ・ウルビネディ、アルフォンソ・パタナッツィ、ジャン・オルテンシオ・ベルトッツィ、チェザー・レ・フランキ、シルッタ・ピッチニーに、ベネデット・バンディエラ、マッテウッチョ・サルブッチ、シメオ・ネチブリ、ピエトロ・ランカ・ネリ、オノ・フリオ・マリーニ、アレッサンド・ロ・ブルネディ、フランチェスコ・バルデッリといった画家の名前が挙げられる。 ありがとうございます。